はいどうも白駒先生です、今日はですね芸人史上最速ともいえるスピードで登録者数100万人をですね達成しそうなオリエンタルラジオの中田敦彦さん、まあ中田さんがいるんですけども、この中田さんがですね YouTube とテレビにおいてのある論を言ってるんですね。それは何かというと、 YouTube とはテレビが歩んだ歴史を10倍速でトレース、要は後追いしてる論っていうのをですね、まあ言ってるんですね。でですね、今回の動画はですねその論がですね実に興味深く説得力があるので、それをねちょっと紹介していきたいと思います。そしてそれを分かることによって、今後じゃあ YouTube がどういう風な歴史をね辿っていくのかってことも見えてくるという話なんでね、ちょっと話していきますね、そのあたりを。はい、まずですね、中田さんといえばですね、まあ芸人史上最速で今100万人登録者数突破しそうなんですよね。まあまあこの動画を撮ってる段階でも99万とかそんくらいだったかな。だからこの動画を投稿してる場合にもね、もう100万いってるかもしれません。はい、まあ中田さんといえばですね、まあレディオフィッシュだったりとか、まあ武勇伝だったりとか、クイズキャラだったりとかね、いろんなことで芸能界を席巻してきた人ですよね。でそんな中ですね、中田さんが今ですね、そのレディオフィッシュの後ですね、いろんなことに挑戦してるんですね。例えばですけど、オンラインサロンだったりとか、で他にはですね、幸福洗脳ってアパレルブランドとかですね、そういうことをですねチャレンジしてきたんですね。ただ正直、そのレディオフィッシュとか、まあ武勇伝とか、あのあたりの盛り上がりに比べると、オンラインサロンやですね、そのアパレルブランドっていうのは正直あんまりヒットしないというか、っていう感じだったんですね。でそんな中ですね、中田さんがさらに始めたのが YouTube 大学っていう YouTube チャンネルなんですよ。でこれは何かというと、中田さんのですね、あの人プレゼンが異常にうまいんですよね。得意なんですよ。でそれを活かして、その中田さんがそのでいろんな授業とかをですね、授業をすると、まあ要は歴史の授業だったりとか、そういうね授業をするっていうチャンネルなんですね。でこれがですね、めちゃくちゃ当たったんですね。とにかく分かりやすいと。例えばですけど、なんかなんとか時代をエクストリーム授業みたいな感じで、中田さんがですねホワイトボードみたいなのを置いて、そこのやつブワーって解説するんですよ。それがとにかくバズったんですね。はい、で登録者数がぐんぐん伸びていってる。だから今の時代っていうか、今の段階において、その YouTube において中田敦彦さんのパワーっていうのはすごいんですよね、勢いとパワーは。でそんな中田さんが言ってる、まあものすごく頭の回転の速いですね、頭のいい中田さんが言ってるのが、先ほど言った YouTube はテレビが歩んだ歴史を10倍速でトレースしてる論ということなんですね。はい、でですね、じゃあこれちょっと具体的に話していきたいんですけども、まあそもそもなんですけど、テレビが一番元気があった、もうやりたい放題ね、予算もあったし、下品なことも、とにかくやりたい放題やれてた時代ね、面白かった時代と言えるのはやっぱり80年代90年代なんですね。あのあたりやっぱテレビってすごい勢いがあったんですよ、バラエティ番組とか特にね。でその1個前、その前の時代はどんな感じだったかっていうと、例えばフジテレビですね、特化して言うと、フジテレビってですね、やっぱ昔はとんでもなく視聴率取ってましたからね。はい、で中田さんは曰く、そのフジテレビはですね、その80年代90年代の前はどういうテーマでやってたかというとですね、こうキャッチコピーを掲げてたと。でそのキャッチコピーは何かっていうと、母と子のためのフジテレビっていうですね、キャッチコピーでやってたらしいんですね。で実際ですね、やってる内容も、要は E テレだっていうか、教育的テレビというか、そういうものが多かったらしいんですよ。はい、で、それがじゃあどこにですね、どことつながってるというか、YouTube 時代でいうと何かっていうと、 YouTube っていうのはですね、ドーンと勢いがね伸びた時って、誰が伸びましたかって話なんですよ。それ誰かというと、ヒカキンさんですよね。ヒカキンさんことこそですね、 YouTube が日本でですね、ドカーンってきた時の一番最初にスターになった人なわけじゃないですか。つまりそのヒカキンがやってたことは、めちゃくちゃキッズ、要は子供たちに向けて YouTube チャンネルを、まあ今でもそうですけどね、当時から作ってるわけですよ。だから言ってみたら、そのフジテレビテレビでいうところの一番バラエティが元気があった80年代90年代より前の、母と子のためのフジテレビ時代は、 YouTube でいうところのヒカキン創世記時代なんですね。ヒカキンがドカーンといったキッズチャンネル全盛期といいますかね、キッズチャンネルが一気に増えたこの時期に当たるわけですよ、これがね、それぞれ。はい、で続いて、じゃあテレビはどうなったかっていうとですね、先ほど言った母と子のためのフジテレビが終わった後、80年代90年代に入ります。そこでフジテレビは新たなキャッチコピーを掲げるんですね。それは何かというと、これ皆さん絶対一回聞いたことあると思うんですけど、楽しくなければテレビじゃないじゃんってやつなんですね。これ聞いたことありませんか、フジテレビがね掲げてるやつで。でこの時代に入ると、テレビはですね、バラエティ番組で、まあ一丁悪いですけど、下品な企画ともガンガンやり出すわけですね。要はですね、もう普通に女性がおっぱいボロンって、ね、出ちゃったりとかしたりとか、そうバラエティ番組ゴールデンですよ、ゴールデンのバラエティ番組で普通におっぱいボロンって出ちゃってるんですよ。で他にもそういうことに金をめちゃくちゃ使って、なんだったらちょっと暴力的な描写もあったりとかですね、結構ひどめな。他にもですね、車とかそういう高いものぶっ壊したりとかですね、そういう言ってみたら、こう本当やりたい放題というか、ものすごくですね規制もなく暴れ回ってたというか、それがすごくですね高評価につながってた時代っていうのがあるわけなんですね。はい、じゃあこの時代が YouTube でいうところは何かっていうと、先ほど言ったですね、ヒカキンさんがですね YouTube でスターになった後ね、キッズチャンネルがすごい増えたと。じゃあ次何が起きたかというと、ヒカルさんやラファエルさんとか、そういうイケイケ系のですね20代のですね YouTuber、 ちょっと派手めチャラめみたいな感じの YouTuber の方たちが出てきて、同じようにですね、あの頃のテレビ80年代90年代と同じ頃のように、お金に物を言わしたりとか、結構暴力的な描写だったりとか、
それって結構失礼なんじゃないのみたいな企画とかをガンガンやりだしたんですよね。うん、まさにここが一緒なわけですよ。ね、ここが、うん、同じになるわけですよ。母と子のためのフジテレビがありました。じゃあそれと一緒なのがヒカキンさんが一気にドカンってきた時代ですね。対してフジテレビはそこから下品なやりたい放題バラエティ時期に入りました。そして YouTube もヒカルさん、ラファエルさん等のやりたい放題時期に入ったっていうことなんですね。うん、共通してますよね、ここが今のところ。はい。でですね、実際問題ですね、バズっていうですね、まあ人気 YouTuber が多数いるですね、会社があるんですけど、その会社のですね、お偉いさんがですね、言ってる言葉でね、あの頃のテレビの企画をやれば YouTube ではヒットするよって言ってるわけなんですね。うん、あの頃っていうのは80年代90年代のやりたい放題ってテレビの時代ですよ。今の時代ではあんなことできませんから。でも YouTube ではできるわけですよ。でそれをしてすごくヒットが生まれてるわけなんですね。そのヒカルさん、ラファエルさん等の、ああいう系の人たちっていうのは、うん、で子供たちにとってこのヒカルさん、ラファエルさんのがめちゃくちゃ面白いっていうのはまさにそれが理由なんですよ。で要はですね、今約2020年ですから、まあ言ってみたらですね、80年代90年代 のテレビのですね、面白さとかやりたい放題さも知らない人たちっていうのは2000年以降に生まれた人なんですよね。2000年以降に生まれた人はあの頃のやりたい放題を知らないわけですよ。要は20歳以下、今の段階で約20歳以下の人はですね、あれを知らないわけですよ。ということは何かっていうと、ヒカルさんやラファエルさん等がやってる今のあのやりたい放題ですよ、やりたい放題のやつっていうのが初めて見るやりたい放題動画なんですよ。初めて見る、うん、テレビのあの頃を知らないから、これが1回目なんですね、その今の20歳以下の人たちからすると。ってなると、それは面白くて当たり前ですよね。面白くてしょうがありませんよ。うん、で対して20歳以上の人たちで、ヒカルさんやラファエルさんのことをなんか嫌悪感があるなとか、なんか面白くないなとか、なんか下品すぎないかって思ってる人っているじゃないですか。あんまりね、ちょっとこれ受け入れられないなみたいな人って正直いますよね。うん、大人の方も多いですよね。ああいう系の YouTuber さんのことを嫌ってるのって子供には人気ですけど。でそれはなんでかっていうと、その人たちはテレビのそういう時代を見てるんですよね。うん、でやっぱりそのテレビのそういう時代に比べると、ヒカルさんやラファエルさんみたいな YouTuber のやりたい放題 YouTuber の方がまだですね、テレビより下品なんですよね。うん、言っても結局はですね、どんだけ下品な企画やってたって言っても、やっぱりテレビはテレビなんですよ。だからちゃんとですね、ある程度上品には作ってあるし、でもっていうと出てくる人たちもアイドルだったりとか、当時有名なアイドルだったり俳優だったり芸人さんだったりとか、いろんな超一流のいろんなジャンルの人が出てきて、まあ言ってみたらある程度のね、ある程度のその上品さを保った上でやりたい放題やってるって感じだったんですね。うん、ただ言ってみたら、この YouTube のやりたい放題期っていうのは、もう出てくる人たちがですね、まあチャラい兄ちゃんじゃないですけど、まあ、要は YouTuber さんたちだけだし、うん、でもっと言うと結構下品に寄りすぎちゃってる部分もあると、うん、要はちょっとですね、爪が甘い部分もあると、うん、でそういうのもあるんですね。てなるとですよ、その80年代90年代のあの頃のテレビイケイケ期を見てて、今大人になって例えば30代とか40代50代になってる人たちからすると、今のそのですね、同じく YouTube のやりたい放題期であるヒカルさん、ラファエルさんの動画を見た時に、どうしてもちょっとアラが見えちゃったりとかするわけですね。要は比べちゃうから、あの頃と比べちゃうわけですよ。比べると、あれこれちょっとあれだな、なんだよあの頃やってたことやってるだけじゃんとか、そういう否定的な意見が生まれてしまうと、うん、でその結果あんまりちょっと受け入れられないっていう風になっちゃうんですね。はい、それがまさにですね、このやりたい放題期の YouTuber さんを、支えてる20歳以下の人たちね、20歳以下の人たちには心にすごく響くけども、それ以上の年齢の人はあんまりこういうのを好意的に見ないっていう理由がまさにそこなんですね。比べる対象が自分の記憶の中にあるか否かっていうそこなんですね。はい、でですね、じゃあ、今後どうなっていくかですよ。この後ね、今のところ YouTube の今この段階2020年っていうのは、こうやりたい放題っていうのあたりですね、が今まさに2020年です。じゃあ今後どうなるかってことは、 YouTube が今後どうなるかってことを見たいんであれば、このテレビがどうなっていったかってことを見ればわかるわけなんですね。うん、そうすれば YouTube はそれを10倍速でトレースしていくわけですからね。永田さん曰くですよ。じゃあ、テレビに注目していきましょう。テレビは80年代90年代のやりたい放題期から、じゃあ今度どうなっていったか、これ答えは皆さんも分かってますよね。とにかく規制が厳しくなったってことなんですね。うん、規制が厳しくなっていって、やりたい放題できていた番組がどんどんクレームとかも入るようになって、できなくなっていったわけですよ。うん、でこれにまさに YouTube もなっていくわけなんですよ。はい、で YouTube ってもう実際ちょっとそうなりつつありますよね。はい、あからさまにですね、昔に比べて新しい規制がボンボン出てきてまして、なんだったらですね、ジョーブロックさんだったりとか、ラファエルさんだったりとか、そういうやりたい放題の YouTuber さんのところに、YouTuber さんのね、チャンネルがバンされたりとか、もしくは YouTube が警告がどんどん来だしてるんですね。これってまさに、ちょっとあの、先ほど見たテレビの時代をまたね、トレースし始めてますよね。で、結局、テレビっていうのは、そういうですね、激しい番組はほとんど全滅したいと言ってもいいくらいにですね、全滅しましたよね。で、ということは YouTube も同じようにトレースする論が合ってるとするんであれば、今後ですね、そういうチャンネルはね、ますます生きづらくなる可能性が高いですよね。
で、僕が一個ってですね、これちょっと補足というか予想しているのは、先ほど言ったですね、そういう激しい番組がなくなっていった背景には、親が子供にそういうのを見せたがらなくなったっていうのもあるんですよね。うん。要は親が子供に対して、あんたこんなの見ちゃバカになるよとか言って、はい、もうなし、見ちゃダメって見せなくしたりとか、で、もっと言うとテレビ局に、うちの子に悪い影響出たらどうなるんですかと言って、その方でそういうことをクレーム入れたりするようになったわけですよ。で、それが、まあ言ってみたらそのね、規制がね、に拍車がかかった一個の要因ではあるんですけど、僕は YouTube もそういう時代になる気がします。ね、トレースしてるとしたら。まあ、要は、親が自分の子供の携帯とかチェックして、あんたこんな下品な YouTuber 見てんの？もうこれは見ちゃダメ。あの YouTuber は見ていいけど、この YouTuber は見ちゃダメとかね。そういう風に子供に対してですね、すごくチェックを入れるようになったりとか、うん。で、もっと言うと、そう、YouTuber に直接ね、まあ、Twitter でも何でもあるかも、何でもできるかもしれませんけど、そういうところでリプとかでね、クレーム入れたりとか、うん。要は、うちの子がこれを真似したらどうするんですか？どうしてくれるんですか？みたいな感じで、コメントとかで言ったりとかね、そういう風に親がしだす時代になるんじゃないかと思うんですね。もっと言うと、親同士の話し合いで、お宅の息子なんて何の YouTuber 見てる？私の息子は何とか見てる？あれって下品らしいわよ。あ、そうなの？みたいな感じで、そこで話し合いがあったりとかして、あ、じゃあうちの子もあれは見させないようにするわとか、そういうことがあると思うんですかね。うん。テレビではあったわけですから、それがトレースしてる、このまま本当にトレースしていったら、僕は YouTube もそうなると思うんですね。うん。ただ実際問題、YouTube の動画って今、テレビに比べてめちゃくちゃ下品ですもんね。ね、なんかハロウィンの夜にね、パコれるかどうか、女誘ってみたとかね、そんなんありますからね。はい。ね、そんな親からしたら見てほしくないって思うのもある意味、まあ当然っちゃ当然なわけですもんね。うん。で、じゃあテレビがですね、話を戻しましょう。テレビはですね、そういう規制が、どんどん強くなっていって、そういった番組ができなくなりました。じゃあその後どうなりましたか？今テレビ。テレビ今どうなりましたかって話なんですけど、情報バラエティとクイズ番組にね、まあ、占拠されちゃったわけなんですね。うん。まあ情報バラエティっていうのは、まあ言ってみたらですね、なんか今、オスが体に効くとかね、うん、もしくは政治的な番組とかもそうですね。政治をちょっとバラエティチックにして分かりやすく教えるみたいな、こう、池上彰さんとかね、そういう感じですよね。うん、とかなったりとか、あとクイズ番組もめちゃくちゃ増えましたよね。はい。っていうのが今のテレビの現状なわけですよ。はい。ってなるとですよ。ってなると未来。こっから先が完全なる未来に入っていくんですけど、先ほど見たように、ちょっとずつ YouTube もですね、規制が厳しくなってきてます。はい、ここまでやってます。はい、じゃあ、こっから先が未来。どうなるか、テレビと同じトレース、ね、同じことが起きるとするんであれば、完全にそういう YouTube チャンネルができなくなってしまい、ね、そういうやりたい放題ですね。やりたい放題の YouTube チャンネルできなくなってしまい、ね、規制がどんどんさらに厳しくなって、うん。いわゆる情報バラエティだったりとかクイズ的なものがすごく生き残るんじゃないか。要は登録者数が稼ぎやすくて、それでいて広告単価もね、高いみたいな、そういう時代になるんじゃないかっていうふうに中田敦彦さんは言ってるわけなんですね。うん、その時代が来るんじゃないかと。で、そこで一番最初の話にちょっとこれが通じてくるんですけど、中田敦彦さん、まあ中田さんがですね、なぜこういうふうに YouTube 大学っていうですね、こうプレゼンの授業といいますか、何かを教えるチャンネルを立ち上げたかっていうと、自身がそれを得意だったのもあるかもしれないんですけど、これを見越して始めたらしいんですね。うん。要はそのテレビを完全にはトレースして YouTube も来てるということは、テレビと同じ未来、先ほども言ったように、今後ですね、そういうですね、やりたい放題チャンネルが淘汰されていって、規制もどんどん厳しくなっていって、情報バラエティだったりとか、そのね、クイズ的な番組が増えてくると、ってなった時、クイズ的な番組というか、クイズ的な YouTuber がですね、生き残れる時代というか、広告単価が高い、その人たちが YouTube を支配する時代がやってくると。で、その時のためにですよ、その時のために中田敦彦 YouTube 大学っていうのを立ち上げて、で、今のうちからその教育関係の YouTuber の中で自分がその中でトップになろうっていうですね、作戦らしいんですね。はい。今のうちにそこで YouTube 界の教育のトップをさえ取っておけば、いずれ YouTube がですね、先ほど言った時代に突入した時にめちゃくちゃ有利にですね、進めれるわけじゃないですか。なんだったら YouTube そのものの利権をね、ぐわーって中田さんが持っていけるわけですね。うん。で、そこまで見据えた上で今 YouTube 大学を始めてて100万人いったらしいんですね。うん。行ってるとか、まあ行きそうまで行ってる状態なんですね。うん。まあ恐るべき作詞ですよね。ねえ、そこまで考えてやってんだっていうね。うん、なんかあっちゃん恐るべしみたいなね。あっちゃんかっこいいじゃんみたいな。あっちゃん恐るべしですよ。本当に。はい。まあ僕自身はですね、この論を聞いた時にですね、なかなか興味深くて、あ、本当にそうなりそうだなって思ったんですけど、どうですかね。まあ皆さんはね、どう思ったか分かんないと思うんですけど、僕としてはですね、結構リアルな話なんじゃないかなと思いますね。はい。まあ何にせよですね、今後ですね、規制がさらに厳しくなる YouTuber、そしてその先に来るのは、情報バラエティ時代、クイズ番組時代なのか。まあその辺についてもですね、ちょっと注目しながら見ていきたいと僕は思います。はい。まあそんなわけでですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。